コロナ禍で利用者が増えている自転車、街中でも以前より見かける台数も増えてきました。広島県の条例にも自転車の活用促進が盛り込まれています。安全性にも気をつけながら、エコであり、また健康にも役立つ自転車をしっかりと活用していただきたいと思います。そんな中、この春自転車の交通ルールが変わるのを知っていますか？大きな柱は2つ。自転車保険加入の義務化とヘルメット着用の努力義務化です。義務化になるんですね。初めて知りました。ヘルメット置いておく場所とかが逆に用意されるんだったら、手間が増えるので時間もかかるし、ちょっと髪型とかも出てるし。今日の深掘りニュースディグは、知っていますか、もうすぐ変わる自転車のルール。自転車に乗る人が増えてきてるんですけれども、4月に交通ルールが変わります。大きく分けて2つあるんですが、まず1つ目こちら、自転車保険の加入の義務化なんですね。これ広島県の条例として施行されるわけなんですが、もう1つ、はい、ヘルメット着用について、これ全年齢における努力の義務化ということで、これは道路交通法の改正で全国一斉に始まるものなんですね。でまずこのヘルメットの着用について取材しています。ヘルメットをじゃあどうするのか、預かってもらうシステムがなんかあったらいいなとか、その変化することに対応したいけど、そのできることとできないことがある。安全の面ではいいと思いますけど、大人はやるかどうかですね。学生さんはちょっとやるかもしれないですけど、今はつけてないんですけど、やっぱりヘルメットがあった方がなんか自分がもし事故に遭った時とかに大切なんじゃないのかなっていうふうには感じます、ね、自転車でのヘルメット着用、現状街での着用率は決して高いとは言えませんが、ヘルメットは命を守るキーアイテムとも言えそうです。一昨年に起きた全国の自転車事故で、ヘルメットを着用していなかった死者のうち、およそ6割の致命傷が頭部への損傷でした。またヘルメットを着用していたかどうかで致死率も1.6 倍ほど違っています。これは自転車同士の正面衝突で破損したヘルメット、持ち主は肋骨を損傷しましたが、医師には着用していなかったら死亡事故につながっていたかもしれないと言われたそうです。種類は様々あるんですが、中でも SG マークなどのような安全基準をですね、クリアしたような安全性の高いヘルメットを選んで使っていただければと思います。全国で34店舗を展開するスポーツサイクル専門店のワイズロード富士グラン広島店です。常時20種類以上のヘルメットを扱っていますが、今回の着用義務化を受け、これまでの2倍のペースで売れているといいます。今年に入ってから、ヘルメットご購入の方が増えてまして、メーカーさんの方でも欠品が増えている状態となっております。一番人気はスポーツバイク用の軽くて通気性の良いレクト、強化発泡スチロール製で日本自転車競技連盟の安全基準も満たしています。とはいえ、今後多くの人が必要となるのは街乗り用のヘルメットです。このリベロというモデルは SG 基準を満たしていながら、カジュアル感覚で着用できるということで品薄状態だそうです。おそらく今までの一般的なヘルメットってこんな感じの丸い通学用のヘルメットのイメージだと思うんですけれども、この帽子のカバーですね、付けさせていただいて、一般的な帽子風のヘルメットになるように作られています。さらには女性の髪型に配慮したモデルもありました。私も髪が長いのでこんな感じで結んでるんですけれども、こちらの場合はここが空いている関係で高い位置にポニーテールをしていただくことができます。そしてもう一つ義務化されるのは自転車保険への加入、これは県の条例によるものです。義務化ですか、はい、義務までは知りませんでした。いやもうしょうがないんじゃないですか。保険は入ってます。そんなに高くないんで入ってます。15年前、兵庫県で起きた自転車が関係する事故で、歩行者の女性が意識不明の重体に。その後、自転車を運転していた少年の母親には神戸地裁でおよそ9500万円の損害賠償が命じられました。このことがきっかけとなり、
兵庫県をはじめ全国の条例で保険加入の義務化が進み、この度の広島県は全国で40番目の導入です。広島県では自転車の活用の推進の部分も条例に入れて、進めております。全国で、4番目になります。罰則等はないんですが、県と、国としてしっかり取り組んでいただきたいというところから今回規定をしておりますので、皆様にはルールを守って安全に自転車に乗っていただければと思います。はい、で自転車保険の値段なんですけれども、こちらご覧ください。自転車単体でしたら対人保障1億円で140円ぐらいから、大体200円前後のものがあるということなんですね。でそれ以外のものでいうと、自動車保険であるとかクレジットカードなどの特約として自転車保険が入っていたり、小中高校生対象の保険、これ学校ごとにまとまって入るものもあるということです。では続いて皆さん、ヘルメットをちょっと見てみたいと思うので、ちょっと前の方に皆さん進んでください。はい、お願いします。スタジオには自転車も来ましたね。はい、はいはい、ヘルメットもいろんなタイプがあるんですね。そうなんです。なんか VTR 見てびっくりしました。まずですね、私が持っているこちらのタイプですね、いわゆるこれ基本的なスポーツタイプで、レクトという人気のもので非常に軽いんですよね。守られているという印象もありまして、硬いイメージなんですけれども、そして、いろんなですね、つけやすいものというものとしてですね、はい、吉宗さんに今持ってらっしゃるものなんですが、これはですね、非常に街中でカジュアルタイプのリベロというものなんですが、帽子タイプなんですよね。はい、かぶってみましょうか。お願いします、お願いします。はい、はい、あ、なんか普通のキャップみたいで、そうなんです、色もベージュで、なんかなんていうか普通のキャップみたいにかぶれますね。はい、すごいおしゃれです。なんかちょっと大きめなサイズなのがまた可愛いです。このままカフェの副チームで接客してもいけそうな。本当ですか。おしゃれ感ありますわ。そうですね、普段着感覚ということなんですが、はい、そして中根さん、はい、先ほどちょっと髪型を、ね、気にしていらっしゃる方、はい、ポニーテールもありながらつけることができるということなんですが、ね、じゃあ横から行くから、よいしょ、はい、しっかりとありますか、後ろ奥まで入れますかね。うん、通常ですと今私が持っているこちらなんですが、ここアジャスターっていうのがあるんですけども、中根さんのこの部分にはアジャスターここについているので、ポニーテールがしっかりとつけられると、そういったものになってるんですよ。全然違和感なく綺麗にできてますね。着、はい、心地いかがでしょう。結構自転車に乗ると髪の毛がこうバーってこうあちこち行ってしまう時があるので、やっぱり束ねることが多いので、そういう意味ではフィット感もあって軽くていいです。そうなんですね。さあそして青山さんなんですが、これかぶってるんですかね、これ。いや、こういう、無理です。これですね、インタビューの木谷さんが個人所有する、イザナギというものは女性用、ね、女性用ということなんですね。はい、はい、ただこの状態で皆さんびっくりすると思いますけど、はい、僕は何も頭の上に乗ってないぐらい、それぐらい軽いです。軽いですか。びっくりしました、本当に違和感なく、はい、見てて分には違和感あったと思いますけど、乗せてる分には本当に軽くて、はい、あと通気性がいいんですよね。あ、そうですか。すごいこう、はい、だから蒸れるとか全然ないだろうなと思いますね。強化発泡スチロールというのを使ってましてね、で、はい、量もそんなに多くなく、ただ立体的に守るという形なんですが、空気抵抗も考えられて、なんと値段は4万円近くです。はい、結構なものなんですよね。はい、4万円、はい、でも頭を守ってくれるものですもんね。そうなんですね、いかがでしょうか、皆さん改めて。はい、でも本当に島田さん、いろんなタイプこう選びがいがあるって感じがしましたね。そうですね、やっぱり普段着がスポーティーじゃなくて、こういうカジュアルな服だったらこういうのが合いやすいなと思いますね。はい、このヘルメットは努力義務化、そして保険加入は義務化ということで、罰則規定はないんですけれども、ただやっぱり我々を守ってくれるものですし、安全に乗りたいということで、ぜひね、自分に合ったものを、皆さんサイズに合ったものをね、選んでいただきながらいただければなというふうに思います。はい、入るヘルメットであればいいということですね。そういうことです。はい、入るものを選んでください。はい、以上深掘りニュースディグでした。